バルター作、二人の天使エミル・インゼ・バルターは、ドイツの画家、工芸家である、ハンブルクの中流階級に生まれた。ハンブルクの風景画家、フリードリヒ・シュビンゲから絵を学び、ハノーファでも学んだが、職業として画家を目指したのは30歳を過ぎてからであった。1896年に、ミュンヘンに移り、私立の美術学校で、人物画を得意とするルートビィヒ・シュミットロイテから、 人物画を学んだ。その年の11月、多くの芸術家が活動していたダッハウに移り、アドルフ・ヘルツェルの美術学校で学んだ。ヘルツェルの歌詞学校に参加した画家のエミール・ノルデと知り合い、ノルデとアムステルダムを経由して、パリに移った。パリでは、いろいろな私立学校で学び、アカデミー・カルメンでは、アール・ヌーボーの画家として有名になるアルフォンス・ミューシャからも指導を受けた。 パリでは、パウラ・モーダー・ゾーン・ベッカーやクララ・ベストホフといった女性芸術家と知り合った。1900年には、ブルターニュの海岸の町、コンカルノーや、北ドイツのボルプスベーデといった芸術家村になっていた場所を訪れた。1916年からダッハウに定住し、1919年にダッハウ芸術家協会の44人の創立メンバーの一人となった。水彩画を得意とし、 刺繍の作品も制作した。ダッハウの通りの名前に、バルターの名前が付けられた。作品はダッハウ美術館などに収蔵されている。ありがとうございます。